はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は、まあ今日の一日を動画として撮ろうかと思います。最近何してるかっていうと、まあね、まあ、コロナのせいでいろいろ出かけたりとか外で動画撮ったりっていうことはねできないので、まあ、最近はこういう実写動画撮ったりとか、あとこの前動画にしたのレンタルジム行ったんですけど、まあ、レンタルジムは もちろん毎回こう行ってるわけじゃなくて、毎回行ってたらね結構値段するんで、毎回行ってるわけにはいかないので、まあ家トレと、まあたまにレンタルジムっていう感じでなんとか筋トレは続けてるんですけど、まあでもやっぱり早くジムがね再開してくれないと、やっぱりねそろそろきつくなってきましたよね。とりあえず今からね、ちょっと筋トレして、この辺ここでね、ここで筋トレして、まあご飯作ってっていういつもの流れからの、今日はちょっとスポンサー向けの資料作り、まあ、ドキュメント作りをちょっとします。まあ、中身は動画として載せれないけど、まあ、今日の仕事はそれとこの動画を撮るてな感じでいきましょう。僕ね肩甲骨が硬いんだよな、よくないね。でゲーマーはね基本ねこうやるじゃないですか、こうコントローラーをこうなんか手をずっと前にした状態で長時間こういう風にやるから、基本的に巻き肩が多いんですよね。肩がこういっちゃってる人がほとんど。ゆっくりゆっくり下ろしてジャンプするやつでいこうかな。まあね、よくねなんか髪短くした方がいいってよく言われるんだけど、僕似合わないんだよね。一回高校の時坊主になったからね、部活のせいで坊主になって、マジでゼロから伸びるまで全部経験したけどね、結果的に長い方がね、長い方が良かった、長い方がモテた、短いのは評判良くなかった。自重でもだいぶパンプするよ。だいぶパンプする。ちょっとね、今回さ、この筋トレ中に YouTube で初めて実写配信してみたんですけど、高評価が600超えかな。この前上げた COD の動画よりね、高評価が多いっていうね。まあ、たまにはこういう配信もいいですね。コミュニケーションが視聴者さんとコメントで取りやすいんで、ゲームしてる時より。ちょっと今からご飯を作ります。プロテインはゴールドスタンダードのコーヒー味を飲んでるんですけど、ちょっと今日はね、コーヒー味がなくなっちゃってたから、チョコなんだっけな、チョコ味の方、なんとかチョコだった気がする。鶏、玉ねぎ、アスパラとジャガイモがあります、今日は。じゃあ、玉ねぎから切っていこう。とりあえず。今日はジャガイモを食べます。まあ基本的にお米、パスタ、ジャガイモ、さつまいも、パンって全然食べないな、そう思えば。どうしよう、とりあえずね、なんかローストポテトっぽく食べたいんだよね。だけど簡単にやりたいからフライパンでちゃちゃっとやるんだけど、とりあえずなんか細かく切ってフライパンで火を通せばいいでしょうという考えでいきます。あ、危ない。細かく
玉ねぎ。いつもの皿ですね。はい、じゃあ完成です。食べます。はい、というわけで、こんな感じでとりあえず今日は終わりです。まあこの後はだいたいいつもねフレンドとゲームするか、ゲーム配信するか、ゲーム動画撮るかって感じなんですけど、でね、今ね、パソコンを、知り合いにちょっと作ってもらってて、30万ぐらいでちょっとめちゃくちゃいいのをお願いって言って丸投げしてあるんですけど、まあそのパソコンが新しくなったらだいぶやれることも増えるかなと思ってます。でもちょっとね、コロナの影響でパーツが遅くなってるみたいなので、まあちょっとすぐは新しいね、パソコン来ないんですけど、まあ来たらね、多分相当画質、最新の画質も良くなるし、まあ動画もいろいろ今まで撮れなかったものが撮れるだろうし、ゲームもいろいろね、ちょっとね、Apex の PC パッドをやってみたいなと思ってるんですよね。っていうのは、まあちょっと前に触ったことがあって、コンシューマーと PS4 と比べてめちゃくちゃやりやすかったんですよね。ちょっとそれが楽しかったので、まあ機会あったらちょっとそれも触ってみたいなと思ってます。で、ちょっと大事な話は、まあ Twitter の方に投稿したんですけど、まあ、今後についてですね、この前行われた日本代表決定戦ね、あれは、まあ、4月19日に行われたやつでした。まあそのね、まあ、事前収録ということでずっと発言できなかったんですけど、まあ、ね、実はもう大会をやってましたよと。でしかもね、大会が発表されてから試合まで1週間ちょっとしかなくて、まあ、それまで僕たちアラシゲミングはもう日本の大会が、ね、発表されなかった、もう未定というかもう中止になっちゃったので、コロナの影響で、まあ、練習自体は活動休止っていう形で、まあ、行ってたんですけど、まあ、大会が1週間突然あるよっていうことになって、まあ休止をしてたので、まあ、できる限りのことはしようと思ったんですが、その BO5 一番重要度の高いサーチだけをちょっと練習して挑んだんですけど、まあ、結果はかなりね、まあ、ひどいことになってしまったんですが、で今後についてですね、ひとまずラッシュゲーミングはもう、ニコちゃんも脱退して、で僕もまあ実質まあ、選手としては残ってない、残らないつもりです。まあ、今後はいわゆるコンテンツクリエイターとして、まあ、いわゆる YouTuber として、まあ、最近はコンテンツクリエイターっていうのかな。で、まあ、ラッシュゲームの一代表としては、活動はもちろんしますが、まあ、COD 選手としてはもう、もうね、モダンオフェアシーズンも残りあと、大会が一応1個だけで、まあ、来年も、ちょっとあるかもわからない状態で、まあ、かなりね、もう COD 選手としてやっていくっていうのが、まあ、かなりきつい年齢になってきました。まあ、今までは本当 COD の世界で戦いたいとか、すごい情熱、e スポーツを盛り上げたいっていう本当思いで活動してきたんですけど、かなり時間を削ってね。だけどもう僕も今年で25ですよ。今年で25になります。まあ、ボドカさんとハセシンも同じ世代なんですけど、まあね、今後のいわゆるもう25から30とかっていう先のいわゆるその、まあ、コンテンツクリエイターとして、まあ、ラッシュゲーミングの代表としてっていう人生を考えると、まあ、今までみたいなチーム練習にすごい時間を使ってっていうのはかなり難しくなってくるんですよね。まあ、こういうふうに考えたのはぶっちゃけやっぱコロナで大会がオフライン大会がもうなくなったっていうところがやっぱり一番大きくて、まあ悪く考えれば本当オフラインのね大会も
もう完全になくなっちゃって、しかもおそらく今後数年間あるかもわからないので、まあ残念ではありますけど、まあ、よく言えば自分の人生を一旦考える時間が作れたのかなとは、思います。まあ、今までずっとね悩んではいたんですよ。そりゃ選手としてどこまで続けるかと、まあ、続いても来年までかなと思ってたんですけど、まあ、現状の COD の状況、大会の数とか世界大会に行けないとかっていう、ね、まあ、賞金の大きさとかももちろんありますけど、まあ、かなりきつくなってきたので、まあ、その中で、ね、ちょっと、まあ、中途半端になってチームメンバーにも迷惑もかけられないし、まあ、僕ももうおっちゃんなのでコーチのストリークにも、まあ、フリーダーコーチの方向いてるからってのも言われたので、まあちょっと若い人たちに任せようかなと思います。で、まあ、もちろんね逆にその YouTube 活動はその分増えると思うんで、皆さんの前に立つね数多くなると思います。で、そしてラッシュゲーミング自体どうなるかっていうと、 COD は部門はどうなるのかは、まあ、ちょっと来年わからないけど、とりあえず来年に残せるようにまずは若いメンバー探しをこれからします。で、次のサマーがすぐ大会がねあるんですけど、それにはおそらくラッシュゲーミングとしては多分出場しないけど、まあ、ゴローとベブラ、レッドの3人が今残ってますよね。で、その3人を、まあ、ちょっとバラバラにして、まあ、2チームを作って、で、そのサマーの大会に向けて何人かちょっと呼んで2チームで出場するっていうのを今考えてます。ちょっとそれができるかどうかまだ分かんないんですけどね。まあ、新しいメンバーを探すっていう目的と、とりあえずサマーの大会がすぐ あるっていうことがこの間分かったので、まあ、とりあえず、まあ本当、まあ、ちょっとメンバー探しも含めとりあえず大会に出るためっていうことで急遽そういう形で、まあ僕はまあ遅かれ早かれだったのかなと思ってるので、まあなんでしょうね、まあ、ずっと同じことをしてるわけにはいかなかったので、確かにだから今ちょっとねこういう実写動画撮ってみたりとか、まあ、いろいろ別のことをねチャレンジしてみようかなと思ってるところです。ちょっとね雑な感じで話しちゃったかもしれないんですけど、まあ、またね細かいことを話せるようになったらその時ねなんか話そうと思います。よし、とりあえずねなんかコロナがこうねひとまず落ち着いたら、なんか外に出れるようになったら、なんかねこうラッシュメンバーのみんなとね動画撮ったりとかもしたいですね。しようと思います。絶対すると思います。というわけで、お疲れ様でした。皆さん、グッドボタンぜひよろしくお願いします。バイバイ。